おいすー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回使用するのは新規実装キャラの塩崎イバラ。イバラちゃんのロールはサポートで範囲とストッピングパワーを兼ね備えた個性技と、味方を遠隔から瞬時に蘇生できる特殊アクションが特徴のサポートキャラ。そして体力の数値は400とトップクラス。特殊アクションは遠隔から味方を瞬時に蘇生できるフェイスズシールド。障害物越しであっても発動できる最高峰の蘇生技。使用後のクールタイムは1分。格闘攻撃は範囲はあるが速度の遅い三段攻撃。イバラちゃんは優秀な近距離個性技を2つ持っているので、これはダウンした敵の処理やオブジェクト破壊で手数が足りない時用。個性技アルファは通常時とエイムモードで性能が変化する遠距離攻撃ピュアリフィケーション。通常時は横幅の広い範囲重視攻撃。命中時吹っ飛ばし効果があり、相手を近づけさせない能力が高い。エイムモードでは判定が収束し射程距離と威力が増加する主力技。レベルアップで攻撃力が増加し、レベル4でリロード速度、射程距離、レベル9で弾数と射程距離も増加する。ツタの形状の関係か射程ギリギリだと当たり方にばらつきがある。個性技ベータは戦場にツタを伸ばして近距離に範囲攻撃を行うビアドロローサ。発動中は吹っ飛ばしリアクションを無効化するアーマー状態となる。レベルアップで攻撃力が増加し、レベル4と9でリロード速度、サイズも増加。また閉所で発動すると壁にツタが跳ね返り攻撃範囲が変化する。個性技ガンマは至近距離の相手を捕獲して動きを封じつつ体力に直接ダメージを与えるクルセフィクション。こちらも発生直後はアーマー状態で、なんと空振りしてもゲージの消費がなく命中するまで振り続けることが可能。捕獲した敵に対して味方も追撃が可能で、連携次第で一気に持っていくこともできる。また捕獲後の攻撃は追加入力で即時フィニッシュに派生することも可能。レベルアップで攻撃力が増加し、レベル4と9でリロード速度も増加する。それでは本編行ってみよう。話は聞いています。どのエアソード？レベルアップです。チームアップは雷さんとマウントレディだよ。イバラちゃんを使ってみた印象としては、範囲攻撃とストッピング能力で敵の行動を制限しながら味方を援護する前線支援が得意なサポートキャラ。遠距離からは相手にダメージを与えつつ吹っ飛ばして近づけさせにくい状況を作り、接近戦になってもアーマー付き個性技で高い迎撃能力を発揮する。そして緊急時には味方を瞬時に蘇生可能という前線を維持する能力が高い。サポートキャラとして非常によくまとまっているイバラちゃんであるが、弱点としては移動系の個性技がないため機動力が低い。そのため自分のピンチの際に立て直すのが難しく、味方との行動は必須。また遠距離戦ではアルファ技の回転率が悪いため、正面切っての打ち合いでは一発でも外してしまうと相手の射撃で低体ダメージを受けることになる。さて目の前にいるのは八百万さんとしがらき。しかし先制攻撃で二人にダメージを与えたので、このまま攻めていこう。厄介なのはガード判定のまま突撃してくる八百万さんだな。ここは攻撃後の隙を逃さずガンマ技で捉えてダメージを与えよう。むむ、三人目は剣道さんか。プルスケイオス中のしがらき？こんな中盤でしかもフルメンバーじゃプルスケイオスできないから、単独の新手か。なぜ単独でこちらに特攻してくるのか意味がわからない上に陣形を崩されてしまった。あ、まずい、雷さんがピンチだ。しかしこんな時は遠隔の瞬間蘇生、そして早いところ敵を倒して数を減らそう。単独相手ならば動きを封じて直接体力を削るガンマ技だ。あ、まずい、雷さんが逃げ切れずサイドダウンだ。しかし蘇生はクールタイムが1分あるので連続使用はできない。さっさとしがらきにフィニッシュを決めて陰謀と思ったら、またなんかバグって発動しない。単独しがらきのよくわからん特攻ととどめバグのせいで陣形を乱されて完全に後手に回ってしまったぞ。ここはなんとか地形に紛れて立て直しをしなくては。うわぁ、今度は味方のマウントレディが集中砲火を受けてしまっている。蘇生のクールタイムも終わっていないので倒れてしまっても助けることができない。ここは一旦逃げるしかないな。味方が倒れてしまってもバッジを回収して復活カードを使用すればまだ呼び戻せるチャンスがある。ここはダメージを与えて積極的に追ってこられないようにしつつ撤退し、回復をしながらチャンスを待ってバッジの回収を狙おう。さてまださっきのチームは味方のバッジの付近に残っているな。さっき鉢合わせして殴っておいたうららかさんは向こうのチームに捕まってやられてしまったようだ。しかしあのチームはまだ完全に立て直しはできていない。こちらは遠距離から複数の相手に攻撃しつつ、吹
吹っ飛ばして反撃の時間を遅らせることができる。相手との距離に注意しながらなんとかバスチ回収のチャンスを見極めよう。とりあえず高台に行けばあのチームにこちらを攻撃するし。敵に攻撃されています。ブルスウルトラ。うお、こんなところに新手がいたのか。しかしこんなところでやられるわけにはいかない。ここはプルスウルトラを使って立て直し一時退避だ。さっきのチームはあの場所から離れ出しているのでバッチ回収のチャンスもある。む、あんなところでアイテムを取ろうとしている。いただれよ。むざむざアイテムボックス台を開けさせる理由もないのでここは攻撃して妨害だ。よし、相手チームが混乱しているうちにアイテムボックスはエリア外になった。そして諦めて逃げていった今がチャンスだ。ここは何としても雷さんのバッチも回収。回復アイテムはあるのでエリア外ダメージを受けてもなんとかなるはずだ。さて雷さんのバッチと、よし使用可能な復活カード3枚組もある。レベルアップカードとかも取りたかったがここは1秒の遅れが命取りになるので最低限のアイテムだけ回収だ。こういう場面でもイバラちゃんの体力400というたくさんの恩恵が大きい。よしここで HP 回復台が間に合えばもう大丈夫だ。こっち方向は無警戒のはずなので早いところ復活カードを使って味方を呼び戻そう。ではこちらを。そしてできるだけアイテムを分配して使ってもらおう。さっき拾ったチーム強化キットも。敵に攻撃された。攻撃されてる。うお、音か光で感知されたか。ここはもう少し中に行って建物内で使っていた方が見つかっても時間が稼げていたか。しかしなんとかこちらのダウンは免れた。ドーム内に逃げ込んで立て直せさえすれば正気は生まれる。よし、なんとか各自敵の目から逃げられたようだな。しかし物資は枯渇状態で他のチームの攻撃も続いている。ここは範囲攻撃と吹っ飛ばしで相手を下がらせポジションの確保最優先。そして周りを消耗させながらなんとか敵の落としたアイテムを確保して立て直しを図りたい。おっと、こちらへは近づけさせん。このまま交渉取り続けて残りのチームを攻撃だ。こういう乱戦地帯を攻撃する際にも複数の対象を一度に攻撃できるアルファ技は役に立つ。そして向こうにアイテムが取り逃されているぞ。よし、これで体力面では問題ないだろう。これで終盤もなんとか戦っていけそうだ。よし、みんなの踏ん張りのおかげで背後の安全を確保しながら残りのチームを外に追い出すことができた。しっかり回復をして最後の戦いに備えよう。ここまでの戦いでしがらきを撃破し残りで確認できたのはダビア・イーダさん、マウントレディあたりか。ここはしっかり周囲の守りを固めて遠距離の敵には吹き飛ばしで下がらせ、接近戦は範囲攻撃で迎撃をしていこう。最終エリアは屋外なので隠れて回復する暇もなく先に攻撃すればそれだけ有利になる。む、こちらに仕掛ける気か。ここはしっかり引きつけてベータ技の範囲攻撃で迎撃だ。よし、あのイーダさんの体力は残り少ない。逃げたところをしっかりアルファ技で追撃だ。そしてダウンを取ったら逃さずにきっちりとどめを刺す。どうやらもう一人別のプルスウルトラしているイーダさんもいるな。しかしここまで粘った甲斐あって残りの敵はそう多くはないようだ。目の前の敵をしっかり撃破して確実に数を減らしていこう。よし、そこにいるダビもガードブレイクしている。邪魔が入る前に早いところ3人で一気に畳みかけて撃破しよう。しかし相手の動きがないということはどこかで回復している可能性も高いな。ここは直接体力を削るガンマ技の出番だ。さあ今ですか雷さん。ベータ技の使いすぎでアホになってる。まあそんな間の悪い時もある。ダウンしてもすぐさまカバーして攻撃再開だ。動きが速くてなかなか捉えられないがこちらに攻撃する時がカウンターチャンスだ。やはりガードポイントが残っている相手に通常の攻撃はこの状況には向いてないな。ガンマ技で捉えていくしかない。よし、今度こそ雷さんとの連携技が決まったぞ。さあ残るはイーダさんただ一人。チャンスは向こうが蹴り込んでくる一瞬だ。よし、カウンター成功。これで最後だ。というわけで塩崎茨でした。範囲攻撃とストッピング能力、
そして遠隔蘇生で援護する前線支援型サポートキャラ。キャラの特性を発揮する意味でも自身の機動力のなさを補う意味でも、味方との連携が特に重要となるキャラだよ。それではご視聴ありがとうございました。